なんだよこの鼻のやつ、逆立ちしてんじゃないよ。また変なキャラにハマりだしたな。いいキャラ出てくるミッドピア、やっていきましょう。鼻人だけじゃなくてケツだけ星人とかも出てほしいね。それはクレヨンしんちゃんでしょうか。今日は超魔王と人と戦うのか。この街で依頼をどんどん解決してるんだけど、次の依頼行ってみよう。ゆっくりゆっくりゆっくり。超魔王ドイヒ知らないか。お、友人の鈴姫が言っていた。じゃあ雲の国に会いに行きましょう。そろそろハゲの国が良かったけどね。そんな国いらないから。上に雲の国出てきたな。果たして情報を得られるかな。どこだどこだ、どこにいるんだハゲ姫。ハゲ姫じゃなくて鈴姫ね。また新しい場所で強い敵が出てくるのかな。こいつらはメカゴブリン、ということはメタル。ハヤブサでクリティカル出さないと。ニャンコ大戦争じゃないんだから。どんどん敵も強くなってるかもしれないけど、こっちだって最強軍団だ。一気に倒してゆけ。新しい仲間もいるからねって仲間よ。は魔法使いだから攻撃は弱そうだね。いや顔をもっと強そうなやつにしないとダメだよ。だからお豆さんしろに変えよう。こっちの方が弱そうだけどね。お豆さんしろいけ、めっちゃ強い。お豆さんしろ強い。やっぱり職業ハゲ最高。職業ハゲなんてないからね。どんどん敵を倒してゆく。倒すシーンにしなさいよ。っていうか右のアイドル気持ち悪い。おお、顔取られてる人を発見。これが鈴姫か。ということは戦いスタート。 UFO なんて焼きそばにして食べてやる。硬くて食べれないけどね。バナナが盗まれた。警察の方、警察の方。警察いない世界でしょ。いても UFO には勝てないか。っていうかそんな話してる場合じゃないから先生。なんで先生が悪いみたいになってんの。まずはふりかけふりかけ。のりともの、りともノリノリで一気に敵を倒してゆこう。三体ノリノリ。これは攻撃すごそうだ。ひゃっほー、手伝えば手伝えほど攻撃力アップップ。花は手伝わなくてもいいけどね。猫が装備弱いからきついな。そしてどんどん取られるバナナ。こいつの目的は僕たちを倒すことじゃなくてバナナを取ることか。ボス的なやつなのにそんなしょぼい目的なの。しょぼいボス、略してしょぼす。しょぼすってなんだよ。しっかり振りかけて回復回復。あとは攻撃あるのみだ。やっほーい、いけいけいけ。まだやられんか。あーバナナ持てないでよ。バナナ取られる前にもっと手伝ってヒャッホヒャッホしてよ。ああノリノリ終了のお知らせ。敵の体力はあと少しか。よしだったらノリノリ使わなくていいか。攻撃攻撃イトレイ。お豆さんシロは技使いよ。最後のバナナがめちゃくちゃ取られてきつすぎる。最悪だよ。おお倒せたぞ。倒せたけどもバナナ取られすぎてオチピチバーン。鈴姫の顔が戻ったぞ。何か超魔王ドイヒについての情報あるかな。なんかピンときてないか。あ、それらしきものを見た。それはどこに行ったんだ。言いなさい言いなさい。それはどこに行ったんだ。早く言いなさい。今言おうとしてるから焦るんじゃないよ。確かあっちだって。それはどこだ。あ、いかにもボスがいそうな塔が出てきたぞ。教えてくれてありがとう。10円あげるよ。そんなのいらないと思うけどね。それじゃあ早速行ってみよう。でまたこれかよ。風邪ひいたの。ジジイかよ。大丈夫か。年寄りなんだから気をつけて。じゃあジジイを置いてドイヒ君の元へと行ってみよう。絶対に倒してやるからな。だけど塔長そうだね。
このメンバーならあっという間にいけるでしょう。さあ、一気に塔を駆け上がれ。赤いの？また宝石集めしなきゃいけないみたいだね。めんどくさい僕天才。先生の頭は超臭い。そんなに臭くないから。じゃあさっきの町で情報を集めていこう。なんかみんなの頭の上にメモ帳出てきたな。あ、ハゲニンニク師匠、お久しぶりです。よく名前覚えてたな。師匠のおかげでみんなが綺麗なハゲでいられるからね。なんなんだよその師匠は。師匠なんか情報ありますか？不気味な宝石捨てちゃった？なんで捨てちゃうんだよ。よし。砂漠に捨てたというから行ってみよう。砂漠の洞窟の中にあるみたい。ちゃちゃっと見つけて塔に行こうって、三方向このどれかが正解ということか。右から行ってみよう。敵を倒しながら進んでいく。この先にはお宝あるのかな。頼む、一発目で会ってくれ。どうだ、バナナかよ。ここじゃないなんて、そんなバナナ。真顔で黙らないでよ、ダジャレで。次は真ん中行ってみよう。ビーム最強、ビーム最強、ビーム最強。敵をどんどん倒していく。頼むから次は宝石あってくれよ。出てきたよ、また花人。どんだけ花人気に入ってんだよ。花人も一気に激怒だ。頼むから宝石あってくれ、お願いします。やったー、1個目の宝石ゲット。残り3つ。それじゃあ次のやつ行ってみよう。ものすごい顔してるな。整形したのかな。整形してこれだったらやばいけどね。どうやら巨大な化け物にマリサが連れてかれたったって。じゃあ代わりに助けに行ってあげますか。その代わり100万用意しとけよ。巨大な化け物よりも恐ろしいやつだな。どうやらこの氷の山の中にいるみたいだな。さあ進め進め進め。またハプニング。誰が風邪ひいたんだ。ハゲポチャ、ハゲポチャ、これで風邪3回目。その脂肪は何のためにあるんだとか言ってる間にマリサを発見。さあ、あっという間に倒して宝石ゲットしちゃいましょう。っていうかおでこ広すぎじゃない、むけちゃったのかな。おでこむけるって大丈夫だよ。っていうか顔変えればよかったか。もっと再生されそうなマイクラとかにすればよかったか。あ、戦いから逃げて顔変えればいいのかと思ったけど、逃げることできないじゃん。どうすりゃいいんだよ。もう戦って勝つしかないんじゃない。うるせえ。だったら負けたらいいじゃない。別にそこまでしなくても。さあ負けろ負けろ、みんな一気に負けろ。敵を応援するってどういう状況だよ。ジジイはやられなくても寿命が来るかな。よし、やられたぞ。みんなやられて、うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピッ。やられてそんな喜んでる人初めて見たよ。これで顔が変えられる。ボンボンキャベツマンでいってみましょう。そして武器も強くしていきましょうか。ってなんだよこの武器、めちゃくちゃ高っ。こんなの強いのって買ってこないのかよ。あの武器欲しかった。あちびちばー。さあ顔変わってリベンジオレンジマジマンジ。次こそは絶対に負けないからな。さっきはわざと負けたんでしょうか。勝つぞ勝つぞ勝つぞ、勝って優勝だ。何の優勝なんだよ。顔が一気にいい感じになったね。だけどアナゴさんっていうのもいいな。じゃあ
また負けようかな。どんだけ負けるんだよ。もうこれでいいでしょう。それじゃあ早速ノリ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 乗れたままそれ、みんな一気に攻撃だ。またノリノリで一気に倒せそうだね。当たり前だな、ブラックマン。あー、ジジイが意地悪になっちゃったよ。ノリノリ溶けちゃった。そういうわ、そして安全地帯に入れておこう。さあノリノリ同士で手伝っていけ。あー、もう単体攻撃が多いな。手伝ったら大ダメージだもんね。大ダメージだよ。小ダメージ13個分、中途半端な数だな。ハゲジジオン戻して、ノリ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 、ひゃっほいひゃっほいひゃっほい祭り、攻撃攻撃攻撃。全然手伝わないな、どういうこっちゃい。ああ猫が簡単にやられてく。そしてひゃっほい手伝います。いけいけ、ここは振りかけて復活させておきますか。そして、あー、ノリノリ終わっちゃった。もう負け確定だ。こんなんで負けないよ。それどころかもう当たっちゃったじゃん。めちゃくちゃ酔うわ。ギャロシャブギャロシャブ、挟み撃ちで終わり。だけど一回負けて強敵だった。だからわざと負けたんでしょうか。これで顔戻ったぞ。だけど爆発するから気をつけて。本当のクリーパーではないでしょう。これで宝石2個目ゲット。だけどまだまだ時間かかりそうだよね。今日は一旦ここで終わりにしときますか。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイバイ、ポンポルピー。チャンネル登録よろしくお願いします。